よろしくお願いします。では撮影してお話をさせていただきます。まずは、新型コロナウイルスの感染増加の中、現在療養中の皆様の早い回復を祈ります。先日正式に議論市長選出馬の要請をいただきました。2018年度の議論市長選に続き2度目の出馬となります、中西春雅でございます。よろしくお願いいたします。元県高等学校 PTA 連合会会長で、今は高校の歴史教科書検定意見の撤回、文明の記述の復活を求める 9.29 県民大会決議を実現させる会の会長をしております。今回の小選出馬にあたり、これまでの市民運動との関わりが推移の理由に挙げられたとのことでありがたく思うと同時に、皆様方もご承知の通り、市民目線で市民と共同し取り組めるならば、前向きに検討したとお話をしてきました。そして本日市長候補として質問の要請を受託いたしました。結果を出して、期待に応えていきたいと思っています。市民の生命と幸福を第一に、医療福祉子育て支援ナンバーワン都市を目指します。財政改革を推進して、健全な財政運営を確立し、市民が主人公の姿勢を実現します。新たな基地は認めず、緊張してるね。はい。基地の運用停止、一刻も早い閉鎖返還を強く求めます。さて、今の姿勢は行政の怠慢と言わざるを得ません。市民から要請されている PFOS 汚染水や土壌汚染の検査を県や国任せにし、市民の命が危険にさらされているのに何もしないのは行政の怠慢と言わざるを得ません。また保育園の上空を飛行しないでというお母さんたちの願いも取り合わない今の姿勢は、イデオロギー的であり、変えていかなければならないと思っています。イデオロギーの姿勢運営ではなく、市民目線の姿勢運営へと変えていきます。歴史のない医療福祉子育て支援ナンバーワン都市を目指します。行政の役割とは何か、今一度問いただす選挙戦にしたいと思っています。私からは以上です。はい、失礼します。マイクお願いします。それではそれでは質疑応答をさせていただきます。よろしくお願いいたします。質疑応答はありませんか。なし。なし。どうぞ。マイク取りましょうか。これ自信あります。現職の荒垣と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。現職の松川さんがすでに出馬表明されてますが、争点は何になるとお考えでしょうか。で、複数ある場合、最大の争点は何と考えるかもちょっとお考えお聞かせください。はい、正直ね。はい、ありがとうございます。今回の争点は何かというお問い合わせですね。
イデオロギーの、市政運営か、市民本位の市政運営かが問われていると思っています。まあ、辺野古が、天然の問題の唯一の解決策だと言っているが、本当にそうだろうかと、まあ、県民投票では、議論の市民の 66% が反対している。まあ、辺野古新基地建設は高齢化などで軟弱地盤により問題があるね、本当に完成するか分からないものになっている。まあ、一生懸命一番ね、まあ、懸念しているのはこの基地がね完成しても、まあ、一番地が、まあ、頻繁にね補修が必要になり、まあ、普天間飛行場の返還もされないことだと思います。政府はね、普天間と運用停止の約束を本当にした過去があり、まあ、決してねそのことではないと思います。またピオスの問題はね、県も米軍、基地の、まあ、外線性が高いということをね示しているにもかかわらず、まあ、議論氏は、そこまで触れられず米軍に対して及び腰であると。まあ、市民の生命を守るためにも、まあ、このピオス汚染の問題をね深く問わず取り組まなければならない問題だ。この問題を後ろ向きなので、ね、今の姿勢ではないかと思っています。それもそうです。でまた、保育園の、ね、部品落下の件もあります。まあ、それを含めてで、これを想定にしていきたいと思っています。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。続きまして、はい、どうぞ。共同通信の日賀です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今話しになりました普天間の辺野古移設に関することなんですけれども、中西さんはこの普天間飛行場による問題をどのように解決していくべきだと考えて、その市長になられた場合どのような形でその政府に求めていくのかというのを教えていただけますでしょうか。はい、はい、今の質問は、普天間飛行場をどのように返還、返還させていくかということですね。はい、これは県の試算では、辺野古新基地建設を、ね、完成させるためには10年以上かかると、ね、言われています。まあ、この計画が本当に、ね、普天間飛行場の一日も早い危険性除去につながるとは、ね、考えられないです。普天間飛行場の、ね、危険性除去が重要で、重要というのであれば閉鎖返還を行うのが最初にやるべきことだと思います。まあ、大学での、ね、ヘリの墜落やオスプレイの墜落、保育園、幼稚園での部品落下などの、ね、実際に事件が起きている中、12年、以上も、ね、かかる新基地建設を唯一の解決策だとしているのは、ね、まあ、これは思考停止であり、ね、今ある危険性の、ね、放置であると。市民の暮らしを守るためにも、ね、県内での基地のたわい回しはさせないことが普天間飛行場の、ね、早期、返還閉鎖に、つながると思っています。よろしいでしょうか。はい、答えますか。なし。なし。毎日新聞の竹内と申します。中西さん前回も出馬されて、まあ、前回が同じ候補相手候補となる、ということが予想されますけれども、その中でこう前回と違ってどのようにこう訴えて支持を拡大していくのかという話です。
まあ、これはまあ出馬の理由としていいのかな。はい、今回はですね、まあ、4年前ですね、まあ、市民運動やね、まあ、県民、運動に参加して、ね、多くの人と、ね、関わることがまあできました。で私自身はその中で考えを、ね、固めてきました。まあ、その中で、ね、まあ、市民との意思を尊重せずね、イデオロギーにとらわれた、まあ、今の姿勢ではね、まあ、市民の暮らしや命を守ることは、まあ、できないなと思いですね、まあ、市民と共同した町づくりをするために、ね、まあ、出馬の決意をしました。もうちょっと今日は前回どうするのことをどのように反省して、うん、今回どう生かすのかっていうのをもう少し、はい、まあ、一番これはですね、まあ、分かりやすく言えば、市民と共同してね、また新しい選挙戦にしていきたいというふうに考えています。まあ、私の点は、4年前は力不足がありですね、まあ、今回はそれを、補う形で市民とね、共同で、していくような形作りにして、イデオロギーよりもね、やっぱりアイデンティティで高い市民を巻き込んだね、選挙戦にしていきたいなというふうに思っています。はい、沖縄大学の平島です。今の質問をかぶりますけど、前回、まあ、とても善戦されましたけど、まあ、知名度不足が響いたという指摘もありました。この4年間にその知名度を含めて何か取り組みされたことがあればお聞かせください。まあ、これは今質問ちょっと、かぶるとは思うんですけれどもね、まあ、4年間と今と何が違うかということであればね、まあ、私は今まあ、市民と一緒に共同して、一緒に、まあ、選挙活動をね、できればなというふうに思っています。まあ、4年前と何が違うかというと、やはり、今はもう、私もね、この4年前から、ずっとですね、まあ、市民との交流、市民、運動ですね、県民大会に参加して、いろいろしたことを交わることでね、考え方をね、固めてきました。やはりそこの中でね、やはり今イデオロギーよりは本当にアイデンティティというやっぱり原点にね、まあ、これは小永知事がね、同じく話してた、まあ、そういう原点に戻ってね、やはり市民のね、声を生かせる、まあ、姿勢にしていきたいというふうに思っています。どうぞ。今回、議論案、私と一緒にプリプル点ですけど、市議として出馬するお考えにご自身の中にありましたか。もしあったとすれば、なぜ市長という選択にしたのか、お聞かせください。はい、ありがとうございます。まあ、市議という声は、まあ、実際ですね、まあ、地域からはありました。まあ、実際ですね、私のところにはもう10月からですね、ぜひとも意思表示をしてほしいというお願いがありました。でその中でね、まあ、市議だけではなく、まあ、市長もということがありましてですね、まあ、ちょっとその辺を少し、差し置いて、ちょっと、市民の意見をね、もっと聞きたいなということでね、本日になりました。というのはですね、まあ、私が一つ妻と話をしてたのは、まあ、市民からね、声が上がったときはもう市議とかいうとかではなくてですね、まあ、市民に委ねましょうと、まあ、市長という声があれば、まあ、それはそれとして、まあ、もう市民にまたね、この会に委ねましょうということで、本日まで来ました。はい、よろしいでしょうか。他にございますか。なしだ。なんか県庁さん早く終わるかもしれない。準備してください。すみません、よろしくお願いします。QAB の名越と申します。はい、お願いします。前回と同じ顔ぶれになることは想定されるわけですけれども、前回との選挙戦と大きく違うのは、やはりまあ、コロナ禍というところで、まあ、コロナの影響があるというところが前回の選挙と大きく違うところだと思います。
基地問題のことを多くおっしゃっていましたけれども、まあ、コロナ対策だったり、まあ、経済対策みたいなところにお考えがあればお願いします。はい。はい、ありがとうございます。まあ、今ですね、まあ、コロナ対策と経済対策というお話がありました。まあ、私は先ほどお話をした通りですね、まあ、行財政改革の、まあ推進ということで、やはりね、経済的にはやはりこの資源にね、無駄があるのではないかと思っています。まあ、そこをね、しっかりと点検をしてね、市民にね、分かるような形で、情報を、ね、公開していきたいなというふうに思っています。まあ、コロナ対策にしても同じような形でね、まあ、生活で、ね、困窮している人たちとかですね、まあ、家賃とか、まあ、障害をされている方たちに対してはね、やはりそれをしっかりと汲み取ってね、まあ、給付なり、まあ、手助けをしていくような形にしていきたい。まずはですね、財政のですね、この無駄を、ね、しっかり、点検してね、いきたいというふうに思っています。具体的な政策については、政策発表の時に行いますので、よろしくお願いいたします。他にございますか。はい。読売新聞の山本と申します。よろしくお願いします。念のため確認させてください。出馬表明の、文言の中に、オーロキなんて言葉がなかったように思うんですけれども、今回オーロキ側という立場で の出馬表明という理解でよろしいでしょうか。すみません、これについてはですね、まあ、本人からでもいいんですけど、ヒアリカシウマムシの件二の案というのが、そもそもオーロキ側を構成する団体だったりとか政党、政党団体組合、学者がとか、そういうところで構成されているので、基本的にオーロキ側という考えで認識が間違っていないです。私からでもよろしいでしょうか。もちろんですね、今言われた通りであります。で、オーロキ側はですね、私はもう本当にね、そのために言われる前も同じように、出馬をしています。まあ、その中でね、大きく何が変わったかというとね、私は念のためこうやって、皆さん普通に出てると思われていると思いますけどね、本当にここでね、いろいろ議論があってですね、ここまで来ています。非常にね、もう改革は実は沈んでいるということです。というのは先ほどからもお話ししている通りですね、支援を共同でやっていこうという話をされました。私は実はですね、介護しています。で、それをね、妻はね、東京の方に、医療従事者であってですね、転勤になっています。そんな中でですね、私を選出するということはね、それはね、オールオケナーの、ね、精神で、この日山口、馬口の会が推薦したということがね、大きな私は第一歩の改革が始まっているということでね、それに対してね、私は本当に、身の締まる思いと同時にね、結果を出してね、皆さんのこの思いにね、応えていきたいなというふうに思っています。オールオケナーであることは 100% 間違いありません。よろしいでしょうか。はい、北島さん。ありがとうございます。中根さんというのは選考委員の方に質問になってしまうかもしれないんですけど、まあ、選考委員会2月に立ち上がってから、まあ、今日までかなり長い時間がかかりました。ここまで時間がかかった理由を経て教えてください。私の方でやりますか。はい、はい、まあ、選考委員会としてはですね、早めに方向性を出していたんです。ところが衆議院選挙だとか参議院選挙ついこの間ありました。で、本当はその選挙前にとことなんですが、なかなかそのメンバーの調整もつかないし、そういう意味では選挙が終わっていち早くこういう設定をしようということで今日になっています。そうですね、今、コロナの患者さんが陽性かなり多くなってますね。で、今日もこの形ももう少し多くの市民を集めてという声もあったんですが、それもちょっとまずいだろうということで、少し静まるのを待っていたということもあるんですけどね、逆に多くなってしまってこうなってます。
どうぞ。毎日の竹内です。まず知事選当日になりますけども、その連携をどのように考えていらっしゃるのか、どう連携していくかというそこについて、私、事務局長なので、少しお答えしますけれども、知事選と同日ということで、宜野湾市の場合、知事選挙と市議会議員選挙、市長選挙同日ですので、そこはしっかりセットしながらやっていくというのが方針であります。でこちらが、今のところはあれですけど、知事選挙でもこちらは、こちらも拠点として使うということを、想定をしています。それで、普天間の関係ですけれども、先ほど、まず普天間の平成撤去が必要なわけという話されていましたけれども、普天間の機能についてどのように考えていらっしゃって、その機能移転がすべきだとか、その代替策というか、どのようにその普天間の平成撤去を、ビラというのを考えたいと思います。今、普天間基地の、ね、機能の停止とかいう話でありますけど、これは基本的に、閉鎖変換です。機能移転とかいうものではなくて、完全な閉鎖変換、危険性の除去ですね、基地を、撤去していただくということです。そろそろ時間ですけれども、じゃあ最後でいいですか。最後で。僕が最後でいいか。じゃあお願いします。RBC の倉と申します。先ほど、100% 放浪期な立場の、立候補であるということだったので聞きたいんですが、今年入って市長選では放浪期な立場を表明した候補というのは今のところ、4連敗しているという状況でした。で一方で参院選では、特に沼市によりは、伊平口さんは、沼市では優勢だということもありました。今、ご自身にとって、この大6期間の立場で立候補するっていうことを表明することが追い風なのか、それともちょっと不利な、状況にあるというような認識なのか、どういうふうに感じていらっしゃるでしょうか。じゃあ、見方でも。見方だったら、表明しないと。ちょっと、来年が元気ですね。はい、あんな辺は言われたね、間違いなく追い風です。本当にね、私たち、締めてもっていう話をしてね、市議を増やすにしても、やっぱり若い方とかですね、女性の方を、増やしていこうという、動きの中でね、この矢口さんの、この当選というのは、非常に大きな力です。もう本当にね、今年は70でもね、全然私たちの認識がちょっと違っていたなと。やはり重鎮として、しっかりとやはりね、先頭を走っていただかないといけないというふうに今回ね、強く思いました。でそれでね、やはり市民の方をね、本当に、最後の最後までね、頑張った結果がこういう形でなった。で、安倍首相のね、このね、亡くなったあれもね、ありましたけれども、そういう風にもね、負けずにね、やっぱりやったということは、やはりオール沖縄の風というのはね、非常に私は大きいものだと思っています。はい。はい、過去のね、要請に関してはまた、それぞれね、いろいろ理由があると思います。私はね、今回は非常に、追い風の中でね、やっている、改革が始まったということが先ほど言った通りね、こういう形でも出れると、新しい風が吹いているのはもう間違いありません。というのは、先ほど言った通りね、もうこの市民を巻き込んだ選挙戦としてできるということでありますのでね、これはもう大きな大きな追い風です。よろしいでしょうか、皆さん。大丈夫ですか。時間となりましたので、じゃあこちらでも。